はい、今日もあなたと百姓天国、本日は4月の25。さあ、先ほどね、植え付けてズッキーニね、で今トンネルをね張って、ダンポールを打ってとりあえず押さえたところですね。今から紐掛けしていきますね、釣り竿の方ね。植え付けてからね、このトンネル張ってこのダンポールを効かせる、ここまでが、これは作業が一番大事なので、それがねいつも撮影してると邪魔くさいので集中できないのでね、ここまで張ってしまえばね、風が多少あっても飛ぶことないので、ここからいつもね大体撮影してるんですけどね、ここまでがだから大事なポイントになるわけですよね。あとはこうやってゆっくりね自分のペースで、ここまでちょっとね小走りでね、ちょっと今風ありますけど、ちょっとねちょっとでも風があるとビューンともう飛んでっちゃうんでね、そこまでが一つポイントになるんですけれどもね、こうやって張って、落ち着いてしまえばもう楽ということでございますね。農業というのはね、苗を植えたり、いつも言いますけどね、苗を植えたり種をまいたりっていう作業はまあどうでもいいんですよ。そうじゃなくてその後なんですよね。あと野菜ができるまでにいくつかの必要なことがあるんです。その最大のものはこういう資材をきちんと貼るってことなんですね。防虫ネットをちゃんときれいに貼るね、それができなければ野菜ってできないんですよね。だから皆さん野菜作りってね、土作りだとかなんとかかんとかって、まあもちろんだからゼロじゃないですよ。だけど一番大事なのは、はい、トンネル貼ることなんですね。トンネルをきちんと貼るね、これが一番ズッキーニにおいて必要なことなんですよ。さっき撮影した苗の植え方なんかどうでもいいわけですね。もみ殻入れるときはまあ大体活着するわけですよね。でこの辺のところがほとんどの人はね理解できてないね、野菜作りの何かっていうことはね。でズッキーニ栽培において一番大事なのはトンネル張ることですよね。トンネルさえ張っとけばまあ大体できますよね、っていう話でね、いつもねこの話は言うんですけど、結局そういうのっていうのは受けないわけですよ。面白くないし、なんか野菜作りっていうのは種取りだとかなんか環境のこととか気持ちいいこと言ってりゃいいっていうふうに思われてるんですけど、農業と環境問題は全く関係ないです、はい、基本的にはですよ、現場においてはですよ、はい、私たちは環境問題のために農業やってるわけではありません。当たり前ですよね、飯食うためにやってんで。専業農家でもないような人がさね、環境のこととか言ってたりするのは皆さんどう思います？大学の先生だってね、仕事としてそういう論文書いたりしてるのにね、家庭菜園で1旦2旦ぐらいしかできてやらない草だらけにしてやってる人がなんかそういう気持ちのいい話されたらね、私は全く響きませんけどもね、はい、皆さんはどうですか、響きますか？それで飯も食ってない人に言われたってねっていうのが僕にはあるんですけどもね、はい。やるんだったら命かけてやれよって僕は思ってるんですけどね、皆さんはどう思われますでしょうか。何をどのようにね思ってもいいわけですけど、私が思うようにね。皆さんはね、こういうそういう農業の話ってそうなんですけど、まあ僕から言わせるとね、気持ちよくなりたいんでしょっていうことなんですよね。気持ちいいかどうかっていうことでしょ。違います？農業と気持ちよくなることって関係がないんですよ。そうでしょ？野菜を作って販売してそれで生計を立てるということと気持ちよくなりたいっていうことね。でもね、都会の人は農業というものに気持ちよさを求めてるんですよ、ね、でも第一産業って皆さんやってみれば分かるでしょ。林業皆さんやったことありますか？
チェーンソー持ってきてね、高さ30メートルの木を切ってくださいよ。ね、命がけですよ。当たり前じゃないですか。ね、僕だってチェーンソーを使ってね、なんかあのネイティブアメリカンで、ネイティブアメリカンって薪をたくさん使うんですよね。だから山から木を切ってきてね、どうのこうのって薪割ったりね。皆さん薪割れますか？こんな太い大木をね、やりゃ分かりますけど、ひたすらの肉体労働なわけですよね。危ない、怪我の一つや二つはね、するわけですよね。漁業ね、お魚を釣る、これこそまさにギャンブルじゃないですかね。どこに林業や漁業にのどこに皆さんね、そんななんか環境問題の甘ったるい話が存在するんですかね。俺と同じなんですよ。農業の世界においてね、そんな甘ったるい話なんていうのはないわけじゃないですよ。甘ったるい話もありますよ、たまには俺みたいにモンブランがどうとかって言ったら甘ったるい話になるかもしれませんけど、よいしょ、農業という世界の話をするときに、農的な話をするときにね、そういうロマンだとかね、そういうものをあるのは認めますね。僕だってロマンは持ってるんですよ。そうですよね、それはわかるでしょ。でも私の持ってるロマンと皆さんがイメージしてるロマンは乖離してますね。私のロマンは多分皆さんには理解できませんね。理解してもらおうとも思わないですけど、それは僕個人的なもんなんでね、いいわけですけど、僕だってロマンはあるんですよ皆さん。いやいや、百姓の縁と、お前は研修生いびり倒すことくらいしかロマンは持ってないだろうと、それはあながち外れてるわけじゃないけどでもね皆さんね、専業農家になってね、こうやって24時間ね、自分の好きなペースでこうやって働くってどうです皆さん、ロマンあると思いません？とてもそう見えませんか？私のこのやってることを見て、いやいや、ね、憧れるという方は多いわけですけどね、オーガニック農業に。結論から言わせてもらうと、専業にならないと意味がないというのが、まあ、僕の個人的な考えですね。だから趣味の領域だとかえってあの辛いことになるのでね、 2,3 年で辞めることになっちゃうんで、まずは専業になるところからがスタートで、なってからがまたね、しばらく安定させるまでにちょいとね、その経営的なことも含めてね、お金もかかりますからね。さっき言ったように僕らはね、経費使あの莫大に使いますので、専業ですから。まあもう言ったと思いますけど、僕が今までね30年やってきて、あの一番設備投資ね、経費を使った年っていうのは軽く4桁を超えるわけですよね。わかります？4桁ってわかりますよね。1、10、100、1000ですよね。そのお金が1年間で飛んでいくということですよね。当然だから、それだけの売り上げを上げてないと無理ですよね。はい、たった1年でそれだけの金額がすっ飛んでいくわけですからね。月にしたら3桁は飛んでいくわけでしょ。ちょっとこれあのサイズが大きいので向こう側が見えないのでね、釣り竿をね、ズッキーニはこうやってできるだけね、大きいあのトンネルを使ってね、空間を大きく保った方が葉っぱがねこうやって茂ってきてね、あの空間が大きい方が病気になりにくいんですよね。だから小さいトンネルよりもワンサイズ大きい、こうやってねこのトンネルを使った方がおすすめだです。よかったらね参考にしてみてください。だからね、あの農業のロマンというのはしっかりね経費を出してね、そして数字的に黒字になって、それが安定してきた段階で次の段階に行けるわけですよ。そこら辺ですよね。そこら辺からロマンが生まれるわけですね。自分でやりたいことが、よしじゃあ次は民泊をやってみようね、次はカフェ飲食店も出してみよう、あるいは6次産業化で何か商品開発してみよう、そこら辺になってくるとようやくなんかこう自分がやりたいことをやってる的なノリになるでしょね。たかだか1単や2単をです草だらけにしてね、できるのかできないのかっていう野菜をね、道の駅に持ってって月に10万もいかないっていう
その暮らしでロマンあるわけないじゃないですか、ね、ないんです。だから皆さん頑張ってね、経費を出していきましょうと。ですから月にね、まずは10万を稼ぐところからねっていうことで講座を今やってるわけですね。皆さん、私も今やってるね、第2期の農業講座ね、今私がやってるこういう全ての技術をね、そこで公開してオープンにしておりますね。よかったらね、ぜひ受けてみてください。将来ね、そういう専業的なことをね、専業農家になる必要はないですよ、ないですが、農的なことでね、ある程度小銭を稼ぎたいというようなね、野望を抱いているのでしたら、私とつながっておくっていうのはね、ある程度メリットがあると思いますよ。農的なね、オーガニックで野菜を作るということに関してだったら、まあ大体網羅できてると思いますのでね、もちろん私が知らないことね、やってないこといっぱいありますけど、野菜に関してだったら大体ほぼ網羅できてると思いますのでね。よかったら参考にしてみてください。またね、今回その八王子のね、自然食品店の件で、人材募集させていただきましたけど、その形でね、なんかいくつかやっていきたいプロジェクトなりね、立ち上がったらね、そんな感じでどうですか、一緒になんかやっていただける人とかね、畑のお手伝いとか、順次ね、またこういう形で募集をね、かけさせていただきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたしますね。まあ何らかのね、何かこうそういう仕掛けをねしていきたいと思ってますんでね。私もあと残りのね、百姓人生本当に20年ないわけでございましてね、その中でどこまでね何ができるのか分かりませんけども、何かをやっぱり作っていきたいというふうにね思っております。やっぱりね、一つはね、こう宿泊できる場所があるといいですよね。で、こうそうすると何かね、だから大きい一軒の古民家みたいなね、昔千葉時代に持ってた借りてたようなね、あのような古民家で、なおかつ皆さんがねある程度こう泊まれるようなね、シャワーぐらいはついててね、はい、そこでご飯なんか鍋でも囲んで皆さんなんかね話しながらこう泊まれるようなね、なんかそういう拠点となるような場所をね、で三重県だとちょっとねあれなので、関東でねなんかそんなような場所ができればなというような、今はそんなイメージしてますので、そういう物件探しも含めてね、ちょっと今後ね考えていきたいなと思いますので、例えばそういうのをクラウドファンディングでね、何百万かね集めてねとかっていうのもいいんじゃないのかなというふうに思ってますけど、それでどれぐらいね、まあもちろん僕も自己資金は投入しますが、あんまりね人様にこうやると自分たちでこうなんかやりたいようにはできないのでね、あれですが、あれもね、なんかクラウドファンディングっていうのもこうなんかね、もうそれも一つの、まあ、資金集めの一つのビジネスとして確立したっていうのはいいことだと思うんですけど、僕はあんまりね、なんて言ったらいいんだろう、そのすごくね公共性のある商品とかそういうことであるならばあれだけど、そのやりたいこと、自分やりたいことは僕がやりたいことなので、そこのお金をじゃあそのねっていうのは、いやいやお前自分でアルバイトでもしてそれで自分で稼げよっていうのが僕の基本的な考え方なんですよ。それってお前がやりたいんだろうって話じゃないですかね。なのであんまりねそれをこう人様に
お金を出していただくということは僕はあまりいいことだというイメージはね、クラウドファンディングそのものがどうとかっていうよりね、だから少なくとも資金の半分ぐらいはね、自分で出すっていうのは筋かなというふうには僕はそんなイメージで思ってるんですけどね。まあまあそれは人それぞれなので全然いいとは思うんですけど、それは僕がやりたいことだからね、僕がやりたいことだったら僕がお金を出せばいいでしょっていうことですよね。なので責任というかね、お尻の最後のね持ってきどころっていうのははっきりしときたいんですよねっていうのはあるので、引っかかんないな、引っかかんないな、よし、刺さってないのか、よし、よし、たまにね忘れてる頃があるので、ね、ちょっと低かったんで、まあでもね、関東でそんなようなね、なんか泊まれる一泊できるようなね古民家とかをとりあえず所有できればね、だいぶそういうこうなんかね、ゆっくりいろんな話をできたり、そこで講演会開いたりとかね、しょっちゅうできると思いますので、そんなようなことがねできるようなことができればなというふうにね思っておりますということですね。まあお金もかかるしね、いろいろクリアしなきゃいけない課題いっぱいありますので、あ、足らなかったな、はい、そんなことでね、まだ全部貼れてませんけど、とりあえずは撮影はここまでしてみますか。はい、皆さんね、ゴールデンウィーク近くなってきて、いろんなね野菜植えてると思いますけどね、頑張ってね夏野菜皆さん植えちゃいましょうね。このねゴールデンウィーク、植えてしまわないとね夏は来ませんよね、私たちにはね。皆さん頑張ってね、夏野菜の作付け、ナスとかトマトとかキュウリとか今皆さん植えてると思いますけどもね、頑張って、植えちゃいましょうね。はいはい、それではまた。今日はズッキーニのね、植え付けて、そしてトンネル紐掛け、釣り竿の方やってる百姓農園の動画でした。